6日エスパルス VS 川崎フロンターレアイスタニホンダイラ14時キックオフ。やっぱりこうやって、忙しい中頑張ってるので僕らもその分しっかりピッチで頑張りたいなと思います。感謝の気持ちを込めて5月26日サポーターズサンクスデーを開催します。僕たちと一緒に楽しみましょう。ぜひお越しください。待ってます。
ゴールデンウィークということもあってね、お客さんも子供たちも見に来てくれてる試合の中で、いいプレーできた時間があったにもかかわらず、まあ、いつも、なんていうんですかね、いつもと立場が逆になったような試合をしてしまって、主導権握ってるのに勝てないということになってしまったんで、まあ、ただ、まあ、2点取られてからは少しカウンターで、特にセットプレーからのカウンターでピンチが終わったので、その辺は修正しなきゃいけないなと思います。まあ普段やってないポジションなので、どうだったかちょっと確認、ビデオとかで確認してみなきゃ分かんないですけど、まあやってる感じでそんな問題はなかったと思いますし、まあ初めてにしては良かったと思いますけど、ただ勝てなかったってことが全てなので、その辺は全然満足いってないんでね、まあ、自分の責任もあると思いますし、また見つめ直してやっていきたいと思います。まあ、失点してしまって、そこで少しおかしいぞってなってしまったのが、また立て続けに2本続いてしまって、まあ、その時に、まあ、うまくみんながね、なんかこう空元気じゃないですけど、そういうところで持ってこれなかったっていうのが今日は見てて感じたんで、まあ、何度か持ちこたえて、まあ、2-1までは行きましたけど、まあ、その一瞬のねシーンっていうのが試合を受けると思うんで、それの詳細のところは詰めていかなきゃいけないなと思います。まあどうですかね、運動量とは感じなかったですけど、まあちょっといつもとまた景色が違うところにいたんで、みんないつもとね、まあ、みんなと見えてる景色が違うかもしれないんで、じゃあその辺含めてまた確認していきたいと思います。まあ、今日の敗北をね、取り返す試合がすぐ近くにあるっていうのが今攻めての救いだと思いますんで、またゴールデンウィーク最終日になりますけど、まあ勝っていい形で終われるように頑張りたいと思います。